いやあ、こいつ、どんな神経しとるんや、というやつが出てきました。それは世耕議員なんですけども、自民党の裏金問題でですね、離党勧告を受けた、まあ、世耕議員、ねえー。パーティー券収入を使ってですね、裏金をせっせせっせと作っていた世耕さん。いや、もう反省しました、ね。裏金はもう作りません。政治資金パーティーは開きません。と思いきや、 えー、裏金問題で自民党離党の世耕氏がパーティー周囲は信じられないということでこれあの6月28日に撮影してるんですが27日の夕方このようなクソみたいなニュースが入ってきましてですねこれちょっといくらなんでもクソすぎるだろうということで今日はちょっとあの世耕についてですね語らなければならないとでしかもこの政治資金パーティーがですね企業関係者ら100人集まったということで。 いやもうお前らもダメだよもう最悪だよ。ということでこの問題についてですね話をしたいなというふうに思うんですけどもう一つおまけがございましてですね、えー、秋元池田両名の議員にボーナスが支給319万円国会が欠成しても OK と。 でこれ特にですねこの池田議員っていうのはですね自民党のパーケン部長というふうに言われたですねあの人なんですよねその人が現在起訴されております逮捕起訴されております現在自民党除名処分になっているんですけどもボーナス319万円 いやすごいですね。でさらに洋上風力発電をめぐる汚職事件で起訴された秋元議員はですねこれも自民党離党してるんですけども319万円ボーナスが入ってですねいやーもう何な,なんこいつら何なん,なんねでえ。 えー、物価高対策に定額減税手応えを感じているっつって「いやお前どこどこに手応えを感じる要素があるんですか、ね?」で大炎上をしていまして、まあ、やっぱり岸田っていうのはですねこう何が何だかわからないちょっと皆さんにあの質問がしたいです。えー、ね コメントトチャット欄書いていただけるとありがたいんですけど岸田首相はです、ね、昨日、えー、27日にです、ね、自民党の政調会長らと、えー、首相で官邸で面会して政府が取り組んできた賃上げが定額減税の効果がだんだんと出てきているも<う>効果が出てきてきいいるどこにいやどこの何を見てそう言ってるのかわかんないですね。 えー、ちなみにあのこれって実質賃金の,あの推移なんですけども確かに減税とかねあの賃上げされましたけどそれ以上に物価が上がっておりますので残念ながら、えー、実質賃金はですね現在25ヶ月連続でマイナスという状況。 こんな中、離党された世耕は、パーティー開くよーと言い、えー、逮捕されたり、起訴されている元自民党議員にはですね、319万円ボーナスでーすなんか、むかつくね。本間さん、よろしくお願いします。すばらしい。ありがとうございます。<笑><笑>なんかいやー、なんなん、こいつらどいすぐ。まあ、あのー、うん、なんていうの、ね、鈴木と池田はさ、うん。 もちろん。秋元と池田ね。ごめん、秋元と池田は、もちろん気に食わないけど、うん、まあ一応ほら、法律にのっとってるわけですよ。うん、別にこれは彼らが、えー、なんかいろいろと無理くり算段して金をせし,、うん、し,しめたわけではなく、うん、彼ら以外の他の議員たちも同じような立場になると、うん、でもそれでももらえちゃうんだよね。うん、まあだから、えー えるしかないと思うよねねやっぱ、ね、で世耕のパーティーといえばこれですよね和歌山県の。あのー、世耕というか世耕の秘書の、ね、秘書が出てきたあのー、世耕の代理で出てきてこうやって、えー、和歌山自民党和歌山県連の懇親会でこうやってチュちチュふふフ,フハレンチパーティーなんかおっぱいとか下着にあれ一万円札突っ込んでたんでしょチップを。 も,う1万円札も税金だからすごいですね。ってことは今回開いたのもやっぱりこのダンサーたちがこう <laughs> いや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  <laughs> こういて <laughs> でそれそれで100人ぐらい集まったのか和歌山県のエロじじたちが。なやこれ, <laughs> こ,れこれどういう神経なんでしょうねいや神経というか多分世耕の場合は、うん、金がないっていう焦りがあるんだと思う。なるほど。逆に。 えー、政治資金パーティーは企業関係らが100人超集まり世耕は冒頭で裏金事件について今まで自民党を支援していただいた方々にご心配をおかけして申し訳ない離党はしたが政治家として引き続き頑張るそうですかまああのー、ね離党自民党を離党しちゃったらうん。 離党して一人で活動しても何もできないっていうことは彼自身が一番よく分かってます、うん、だよねまず、うんうん、はまずは力っていう中で置いてきたわけですだからもう離党しちゃったらただの人あただの人っていうか国会議員の中ではただの人、うんえー、でも税金で給料もらえるけど、うん、だからまあもちろんそんな えっと、頑張るっていうのは、かっこ、自民党に復党できるまで頑張る。でですね、えー、っとポストセブンがです、ね、きちんと非公開のパーティーだったけど、こうやって写真をゲットしております。<ー>で、ここにですね、不要の間って書いてるところに、えー、っと動画の撮影および録音はご遠慮くださいって書いてますね。うん、ね、どこだろうね。 えー、ニューオータニの不要の間。まあでもニューオータニでやるっていうのは割とあれニューオータニでパーティーやって100人ぐらいしか集まらなかったな私か、えー、ちなみにあのニューオータニ不要の間というのはこういうところで、えっと、絨毯が非常に特徴的な。かいやこれちょっと100人じゃあちょっと足りないえー、ニューオータニ不要の間料金表。 うんえー、ございましたあこちらですねちょっと非常に細かいので、えー、私の方で読み上げたいというふうに思うんですけど「不要の間はうーんとまあ間仕切りを使って開催できるみたいですね。あそっかじゃあ多分半分ぐらいには切ってんうん一応一応。ですけどこれ結構高いと思うな。うん、高いと思う、うん 東海一番狭い会場だけで区切ると160人ペースぐらいにはできるのかなただし立食とかにすると200名シアター形式で340人きますんで、うん、まあそこそこな人数だから多分100人はスカスカそうスうだね<お> <laughs> ちょっとセコピンチうんおら 俺はあれかじゃあ、やったけど、あの、やっぱり多分、いつもよりは減って、うん、集まるやつなんでね。うん、で、見入りも当然減ったよね。でもまあ一応、なんかほら、セコがさ、いや、毎年やってることだから何ら問題ないんだって。うん、いやいや、毎年お前らがそういうことやってたから問題が起きたんだろうって,て。いや、そうだよ。うん でも問題ないという、うん。あの年だから、そこで多分やってる、やってたんじゃない,いや写真、動画撮影はご遠慮くださいっていう、まあ、きっと、すぐ流れてくると思うけど、うん。ね。もうだって、すでにもう、<で>あの週刊ポストがここあ、女性セブンか、ポストセブンがここまでも迫ってますからね。ねまあ、そこまではだから、ほら、記者が行って取れるから、ねうん、うん,うん、うん。中には入れないっていう。うん ね、えー、まあ赤字か黒字かわかんないけどとりあえず見え張って今回はやるかみたいな感じなんだまあでも <laughs> 借りるのに数十万かかったとしても100人1人当たり、えー、っと5万円もらえばまあ一応3400万は手元に残りますよ。うんうん、なんで。数十万じゃ借りられないんじゃないの いや数十万で借りられると思いますよあのあ区,区切って小さくすれば見え張って全体借りてしかもなんかいろんな料理とかどんどんあのやってるとちょっと厳しいかもしんないけど多分利益は出ます、うん、だけど人間ってね皆さんの感覚からするとさ100人集まって500万儲かってで300万円利益が出たら十分ねいいじゃないかと羨ましいキーってなるかもしんないけど。 人間というのはですねあくまで自身の比較でしか幸福を快不快を感じることできないわけですよ。ああ去年は300人来たのにな、うん、今年は100人かってなるとやっぱダメージ受けるじゃないですかやっぱりそれはきっと感じたと思うよ。いや感じたでしょうね。だって今や自民党員でもないし。うん まあはっきり言って、この先、いつ復党できるかもわかんないも、ね、んね、うん。本人は1年ぐらいでって思ってるかもしれないけど、うん、そんな情勢ではないと思うし、自民党が残ってんのかっていう話もあるし、<laughs> うん、そもそも自民党が政権与党として、来年残ってんのかっていうのもあるもんね、うんそうよ いやーでもなんか記者がここまで見つけてるってことは多分こういうパーティーじゃないんでしょうね。ハレンチパーティーじゃないんだ。まあそりゃハレンチパーティーじゃねえだろ。いやもう振り切ってなんかハレンチパーティーやってたら面白いんですけど。<laughs> ねえ。まあこでも、あん世耕はでもい参議院議員なんだな、それ、ね。参議院議員です。はい、ね <laughs> えー、次の改選なのかどうかわかんないけど。うん まあそうじゃなかったらまだだいぶ先まで人気あるから。うん。ねえ。6年あるわけで。えー、参議院議員で、えー、いつなのかというと、ちょっと調べてみますが、和歌山県の選挙区で、えー、参議院議員で、世耕さんは、あー、2019年にトップ当選ですね。和歌山県参議院で。うんなので、 来年,で来年だあ来年だ来年自民党を離党してる状態で戦う必要がございますいやきっついなあ落ちろ落ちろ落ちろ <laughs> ぜひ落ち着きしてこの広重もう一番裏金問題の時に気持ち悪かったもうねあのー、来年じあのー、一月万札和歌山支社でも作ろうかなと思ってる勢いですよ 2階の息子が衆議院で出てくるでしょで世耕広重とかも出てくるでしょいやちょっともう和歌山県からずっと「世襲を許すな !2 <laughs> 階と世耕はされ! <laughs>」っていうもう誰かもう配置しようほんままあ、うん、確かに精妊心で一番態度がずずしいのは世耕だったもん、ね、いや本当に。 ないものをあるみたいに言われても証明なんかできませんよってなんかすっごく偉そうだったじゃんそれでいてさ党を除,除名になってるっていうことは一応、うん、だよ一応あの腐れ自民党の中でもお前はダメなんだからねって言われてるわけじゃないうん、うん、なのに誠妊心ってああ全然知らん嘘はついていませんっていうね じゃあなんでお前除名されてんだよっていう話 <laughs> もうすごい。でももうさ、あの本当は彼らを見ていると、もうあのー、まあ結局ね、あの、ただのお仕事、ただのっていうか、一番儲かる仕事をやってて、うん、それがクビになっちゃったらもう <laughs>、生きる、 ステがないとうん、うん、だからそのそそこその地位を維持するためにはもう何に言ってもいいんだとお、うん、それが嘘だろうが何だろうが、うん、全然構わないっていう、うん、もうやっぱりそういう感じだよねあの人たちってさ。いやもう金くれとうんもう権力くれとそのためだったら一般国民の意見なんか知るか、うん ちなみにあの世耕さんって、えー、近畿大学のですねあーのー理事長やってるんですよ、ね、1> で1週間前にですねこんなニュースがありまして近畿大学世耕理事長の辞任求め署名5万筆 <laughs> 教職員有志が訴えってい <laughs> う満筆ってさすごいよねいやー あまあこれ世耕氏は5年間で、えー、裏金総額1542万円の還流を受けたが政治資金収支報告書に規制していなかった教職員有志は世耕氏が近代のトップにとどまっていることについて、まあ、近代近畿大学ね、えー、ついて大学への苦心を招き教職者としても支出にかけると問題しいやまあそりゃ問題ですよどう考えても。 <laughs> で3月下旬から5月末まで辞任を求める署名活動をインターネット上で展開していた一方世耕氏は政治活動とは関係ないとして理事長職を続投する意向を示しているいやーすごいねまあずうずしいからねいやお金欲しいんでしょもちろんお金欲しいし、うん、まあね学長ともなればさ、うん 別にその給料だけではなくて、うん、もうね専用の車であるとかささまざまなそのやっぱりあの業者とのお付き合い、うん、でまあまあボンクレの挨拶なんて言ったらすさまじい量が来るだろうと、うん、とにかく何をやるにしても、うん、まあ結局要するに地域の名士として君臨できるからね、うん、やっぱね。うんうんうん それをやめるってことはね、国会自民党もクビになっちゃったし近代もクビになっちゃったってことになるとちょっとこの自らのお金が存在理由が,がなくなっちゃうなくなっちゃうそれはきついな、まあ、ちなみにあの日本大学の理事長はですね2000万ぐらいの年収なんですよ、まあ、近畿大学の理事長はどれぐらいなのか私全く分かりませんけども まあ2000万円多いってことはないと思いますよ。でも、経費含めたら1000万ぐらいはあるんじゃないかな。いや、もうあれ絶対あるよ、絶対ある。うん、プラス、マグロだ、マグロ。マグロ派マ,マグロは、マグロの,このあれ刺身が毎日近代から届くっていうさ。いやー、それは単にお腹いっぱいでいら,かいらないかなっていう感じですけど、うーん、まあでも。最近、裏雲ずも始めたんだっけまあ、近畿大学ね。 えー、関西圏にお住まいの方だったらちょっとあのなんかねちょっとあの微妙な感じのポジションでではあるんですよそ,うあのそもそもあの近畿大学っていうふうに言うと、えー、国立なのって思うかもしれないけど違ってえっ、ー、と私立うんで偏差値が別に決して高いわけでもないけどもなんか面白いことをやってるという感じのところなんですよ。うん、まあ、だから、えー 近代はマグロなんとかし,ててる <laughs> しかしこれ5万筆も集まって理事長職にしがみつついて政治とは関係ないこ,れはここでは教育者だっていう態度自体が既に <laughs> あのん <laughs> ていうか <laughs> 教育に悪いと思うんですけど <laughs>。 まあ反面教師としてってっいうとと反面教師のためにそんな給料払い続けるとかだって学費は学費よ学生払った学費と文部科学省からの交付金で税金ですけどこれでもらってんだよ。いやでもうやめられないんだろうね。ななっていうか自民党クビになっちゃったから余計にやめられないんじゃないなかいるんやな絶対そうだよね。 まあでもさすがに選挙は通らないでしょう。いくら和歌山とはいえ。うん。まあいくらって、いくらわか山とはいえ、ってなんかちょっと、あの、若山に対して失礼ですよ。まあいくら田舎とはいえ。<laughs> いや、田舎にもっと失礼な格段した。<laughs> ただあれだよね。 対抗馬がちゃんと立つかかどうかだけどねいやーここは立憲民主党頑張ってほしいところだね。ですねまさか立たないってことないと思うけど。うん、うん、でもほんと、まあ、いい神経。まあでもそういう神経だからこそ、自民党でそういう地位にいられる。うん、うん。とも言えるよね。うん、だってもう、まさなさ、西村とか下村とかも。 もう本当こうちびん毛量化け物みたいなのばっかりなだもんね。うん、うん。その中でさ、五、うん、人衆とか言ってさ、まあ、県政をこう競っていたわけで、うん、やっぱりちょっとこう、つら、まあ、うん、面の皮がめちゃめちゃ厚くない限りできないんだろうね、やっぱね。ちなみに、世耕さんの2022年。 パーティーは一体何人来たのか突き止めましたう<わ>こちらでございます、えー、政治資金収支報告書世耕さんのパーティーはセミナーとしられてやっぱりホテルニューオータニだうんこれで1回あたりえー、令和3年4月8日開催2100万円えー、令和3年12月9日開催2400万円、うん、かすごいね荒稼ぎだね で、ここで寄付者の内訳というふうにこうやって出てるんですよ。でこう出てるでしょでこれがまあ必ずしもですねえー、っとパーティーの参加者というわけではないんですけどもこれ見るともうここの段階でですね165番ままで来てますね。ただ同じ人も何度もやってるのか。が近すげえ人数寄付してんだねこれ。 もう270番とかまで来ましたよ。うん。え何番まであるのこれだから500人ぐらいは集まるんじゃない、ね、そうだろうねもうすでにえっとそしておおすごいなーどこまで,であるんだこの名簿あ止まった720番まで行きましたけどただこれは、うん、あの同じ人も重複してるんですよ。でもね政治資金パーティーって大体1人3万とか5万じゃないですか。うん、で2400万。 集まって100人ってことは1人当たり100人でそれだけの金額出そうと思うと24万円払わなきゃダメなんですよ。そんな政治資金パーティーないでしょう。ってことは3万円で割るとまあ5万円で割っとこうか高めにそうすると400数十人来たことになりますよね今回は100人。うん、おおじゃあやっぱり。 だいぶ見放されてんだセコそうだよやっぱりそりゃそうよいやー素晴らしいですね国会議員ではあっても自民党の中で役職持ってなければ、うんうん、まあはっきり言って企業のか,から見たら何の役にも立たないやつまあそうね、うん、でもとりあえず集まった100人はまだまだセコを見捨てられないなるほどなんでなんだろうよっぽど恩があるのか まあ恩もあるかもしれないし、うん、まだ様子を見てるんじゃない <laughs> っていうかちょっと面白いんですけど世耕の顧問料って書いてるんですよ弁護士のうん顧問、えー、弁護士西村朝陽法律事務所だ <laughs> ジャニーズ事務所の時にあの悪名高き西村朝陽法律事務所が世耕の顧問先です <laughs> あの使え,ねえあ使えねえところかうんやっぱりななそういうつながりってあるんだね,やっぱねあるんだね、はあ、まあでも業界最大手だっけ？え、け最大手ではないです四大大手でお法人の一つっていうぐらいです、うん、いやーでもほんとすごい普通だったら今頃 もうね、あのー、支持者巡りをさ、うん、一軒一軒やるべき時期だと思うけどそれを東京しかも地元じゃなくてしかも東京で、うん、ねやるってさでしかもなんか政治資金報告書見たら何か政治活動費の内訳ポロシャツ2万4500円じゃポロシャツって政治活動費なんですか 明らかに自分がただ着るためだけどいやざるやなーいやざるだよね今の備品って書いてあったけど何なんだか分かんないけど、ね、<ー>もう何でもいいんだもんだって書けやねまあねおホテルニューオータニの会議室の質量も出てきました255万7000円意外と高いんか高いよ でおお代案内おおお万円派遣委託料司会云々であ結構だから経費かかるんですねことおおおおおおおかおお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 お 多分出てないあ<ー>まあ見え見えまあ見え張ってさうん、うん結構はまだ生きておるよとん n e 見栄を張りたかったんね、うん、まあ見栄張るんだったらやっぱり五百人ぐらい集めたいた方が良かったな、うんうん、でも集まんないんだよもうやっぱりうん待っても確かにこの世耕さんこれ 6月27日昨日撮影された写真ですけどちょっとしょんぼりしてますもんね <laughs> ちょっとねそう見えるようんなんかドラマそう見える、うん、っていうかそういう写真を選んできいやーそしてなんかあのこの左上の記者の悪意ある笑顔<笑><笑>なんかえっどう瀬古さんみたいな <laughs> あんまり集まりませんでしたみたいな りあされですよ武田勝頼が何とかあなんとか城を新しく作った城を燃やしてさ、うん、織田信織田と徳川両方から、ま、攻められて、うん、そのあの新しくつっせっかく新しく作った城を出た時は1万人ぐらいの兵隊がいたんだけど、うん、こうね 次へ次から次へとこうあの兵がみんな逃げていき、うん、最後に突き従うはもう10名余りになって最後ですね、うん、終わっちゃうわけじゃんそうです瀬古君も今その道に入りつつあると思うと飯馬じゃないかみんな <laughs> あまあただえー、っと毎回毎回それえー、あるんですけど 「おぼろなる月もほのかに霞み晴れていく西の山の葉」だったっけこ、ね、の武田勝頼次世の句でございますけどもこれはまあ一時期はねあの言ってみりゃ天下を取るところまで行ったけどもあっという間にここまで来てしまったといやいやもはやもう西の山の向こうにちょっと見えるだけになっちゃったなさてここらで切腹しますかグイ この覚悟を持てたのが武田勝頼でございますからちょっとね <laughs> ちょっとあの勝頼さんにはちょっとか <laughs> 勝頼さんにちょっとあのお詫び申し上げます絶好品は絶対そんな時生の句言えないからないねもうあのー、そこまでのなちょっとまあそういう人物ではもちろんないわうん、うん ねえちょっととにかくさあまりにもひどいだってお仲間の自民党の安倍派の連中からもどんな神経してるんだか信じられないそう言われててさまあでもきっと、うん、あのね踏み絵をまだ俺についてくるかっていう踏み絵をしたいっていうのがさ そししたたらら人ぐらいかか集まんなかっちょっとショック受けてるかもね。いや受けてるでしょう。でもやっぱり毎年ニューオータニでやってきたから、うん、ねえ、こはアーパーホテルですとそれはないでしょう。<laughs> ないでしょ、うん、いやいや、行かないでしょ、そこで。うんうん、ニューオータニでなんかやんなきゃいいのにさ。うん まあ思っほかでもうちょっとグレード落とすとかさ。まあそれもできないんだろうね。アッパでいきなりやるとはいかないんだろうけど。まあでもあの、ほ<ら><し>まあほら、プリンスとかさ。でも、ニホテルニューオータニって別にそんな超高級ホテルかって言われたらちょっと違いますからね。そううん。あの、だってやっぱり。 例えば帝国ホテルとか大倉とかでもっと言うと東京だったらパークハイアットとかあのシャングリラとか、まあ、そういうあのところに比べるとちょっと安めですよ大谷は。うんまだって外資ではやらないじゃん大体まあねまた、あ、ニューオータに行ったことない人向けに言っとくと結構ね会議室が広くて安い使い勝手はいい、うん、その割にあの格もそんなに低くないからこういう人たちが使うんでしょうけど。 いやー前は2,400万集まったろいな今回は500万かっていう世耕さんの今のお気持ちを聞いてみたいですねとても、はあ、ねえやっぱり<当>あのあんだけ偉そうにしてるとこういう天罰が下るんですなねえーうん、本当に世の中ってまあよくできてるっていうかあんだけ偉そうで、うん、あんだね精生臨心でさ 避難されているから、そこにいるはずなのに、うんうん、なんだか、ボクちゃん、ボクちゃんの方はまあ蓮舫より偉いんだぞ、みたいな感じでさ、うんうん、ちょっとすごい、うん、立ち振る舞いがすごかったしね、うん、やっぱり、そろそろ、選挙落ちていただければ、もう、あの国会議員辞めたら、もうさすがにニューオータニでパーチは開けないと思うしさあ。パーティー開く必要もなくなるし。 うん、そして近畿大学理事長もやめてマグロの刺身買って食ってよせを過ごすと、うん、そういう感じですねはいできる金あるんじゃないの今まで貯めた金がいやーそんなもんあっという間になくなっていきますよあっという間にねえまあでもとりあえずセコが今これでねえわざわざ やんなくてもいいパーティーやったからまた脚光浴びちゃったけど、うん、まあ他の皆様方多分ね羨ましがってるよ萩生田とか「俺もやりたいのに!」って <laughs> まあ萩生田それどころじゃねえだろお前っう <laughs> まあ要するに都知事選もあるからねまあいというわけでまあ本日はですね裏金議員はですね もう離党勧告を受けても裏金が作りたいっていうやっぱり安倍派99人ぐらいいましたけど全員もう政治資金パーティー禁止でいいんじゃないかなと思いますねまあそんなわけで本日はちょっと久しぶりに最近土地に攻めたばっかりでしたけど世耕、えー、宏があまりにもクソなことをやったのでこれは取り上げざるを得ないなということで取り上げさせていただきました、えー、本間さん本日もありがとうございます。 ありがとうございます。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の看パがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、ンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。